そうですね、でも大丈夫ですよ。要注意ですか。今まで過去個人戦決勝はほとんど空手なんですよ。まあ前回はちょっとエントリーミスで空手の方出られなかったんですけども、まあ、今回は高田選手とかですね出てますので、まあ、そこら辺を重点に。希望じゃもうベスト4入りですね。はいはい、はい、調子はちょっといまいちですね。できればベスト4まで行きたいですね。はい、まあ、相手を倒して寝技に持ち込んで勝ちに行きたいと思います。ってことです。希望はでっかく優勝と。一応とりあえず得意技が胴突きなんで、胴突きをできるようなコンビネーションで一応、はい、考えてます。あ、調子はいいです。はい、もちろん目標は優勝なんですけれども、対戦表を見るとかなり苦しい感じなんで、でも頑張ります。同じブロックに一人空挺の A チームの次鋒だった長谷川選手っていう人がいるんですけども、その人とかなりきつい戦いになると思います。先に攻めていく、先にどんどん攻めていくっていう気持ちでいきたいと思います。はい、ありがとうございました。あまり良くないですね昨日団体でちょっと痛めまして。そうですね、まあ、優勝狙いたいんですけど調子がいまいち悪い方で、まあ、右ですね、相手に対しての受けての反撃の右ですね。体調はもうベストです。板妻の山口市長ですか、まあ、強いんじゃないかなと、はい、思ってます。はい、とにかく一戦一戦大事に、まあ、力を出し切れるように、はい、頑張りたいと思います。はい、いよいよ個人戦開始。軽量重量級とも団体戦同様 AB2 ブロックに分かれ行われる。軽量級からご覧いただこう。滝ヶ原小深田、習志野長谷川は A ブロック、板妻山口は B ブロック。順当に勝ち上がれば小深田長谷川のどちらかが山口と決勝で対戦する。滝ヶ原の爆弾小僧小深田、個人戦初出場にもかかわらず緊張はないようだ。序盤から得意の連撃が炸裂、難なく2回戦へ。習志野長谷川、1回戦の相手は沖縄の意識、琉球の死角にどう立ち向かうのか。さすがは軽量級、スピーディーな展開。一瞬の隙を見逃さなかった長谷川の勝利。2回戦に駒を進める。板妻山口、静かなる男は試合に全神経を集中させる。若干23歳にしてこの落ち着きよう。達人井出師範の弟子は圧倒的強さで2回戦進出。2回戦で小深田を待っていたのは福岡の上野。先手は取ったものの微妙なスピードの差で逆転。小深田まさかの2回戦敗退。一方ベテラン長谷川は2回戦を突破。3回戦小深田を破った福岡の上野をも破り4回戦へ。4回戦の相手は山口と同門板妻の遠藤。ベテランならではの試合展開、さばきからの突きで勝利を収める。静かなる男板妻山口は2回戦3回戦を無難に突破。そして迎えた4回戦、
長谷川とは逆に山口の相手は習志野軍団の一人新田。